くよ。任せとけ。クラエッキー。ゼー。やったじゃないか。よし、始めようか。試してみるかい。いいね。行け！
かかってください。ありがとう。よし、やるじゃない。ありがとう、バカ。行きましょう。よし。くら
キリト先輩。ティーゼ？どうした暗い顔して。いえ、今からヒリュウに餌を与えに行くところで。それはご苦労さん。なんなら俺もついていこうか。ありがとうございます。ぜひ。あ、改めて見るとでかいな、こいつ。こいつって女の子ですよ、先輩。あ、すまない。てっきり俺を見て威嚇してきたのかと思った。やはりそう見えますか。どうやらこの子産気づいているみたいで。産気？子供が生まれるのか。ごめんごめん、驚かしちゃったか。そうなるともっとたくさん食べてほしいんですが、この子最近あまり食欲がないみたいで。そうだったのか。よしよし、ほらいっぱい食べないと。もうすぐお母さんなんだから。はあ、これもダメか。食べやすいように餌を細かく砕いたり流動食みたいにしたり、いろいろと試したんですが。やたらとうなってる飛竜がいるかと思えば。あ、騎士長閣下。ベルクーリさん。よ、お二人さん、こんなところで相引きか。いやいや違いますよ。この飛竜が餌を食べないから二人で困っていたんだ。ほう、それは気の毒に。ん？まさかこの飛竜。はい、おそらく卵を産むと思われます。なるほどな。普段通りに餌を食べないってわけか。はい、いろいろと試してはいるのですが、どれもあまり食べてはくれなくて。うん、俺にも似たような経験がある。飛竜にも個体差があるからな。その辺は人間と同じだ。なに、そうしょげるな。方法はなくはないぞ。本当ですか。もったいぶらずに教えてくれよ。魚の肉だ。小骨が多くて普段は食べたがらないが、産気づいたメスだと面白いように食いつく。妊娠中は味覚が変わるからだろう。餌に少しずつそれを混ぜながら与えると効果的だ。知らなかったです。ありがとうございます。何いいってことよ。ただ定期的に与えた方がいいから、それなりの数が必要だが。そういうことなら俺も手伝うぜ、ティーゼ。キリト先輩、助かります。なら安心だな。他に何か困ったことがあれば気軽に相談してくれ。はい、ありがとうございます、騎士長閣下。さすが、頼りになるな。おいおい、俺が一体何年整合騎士をやってると思ってんだ。じゃあしっかりと面倒を見てくれよ。いずれは正式な騎士となって自分の飛竜になるやもしれん。そっか、もし私が整合騎士になれたら。よし、それじゃあ魚の肉集めておくよ。一緒に狩りに行くときは俺にも声をかけてくれ。はい、本当にありがとうございます、キリト先輩。よかったね、これなら元気な子を産めそうだよ。そういえば、ティーゼが世話していた飛竜のやつ、あれから元気かな。
あれだけ魚の肉を混ぜた餌をうまそうに食ってたし、いい子を産んでる頃かもな。どうした、ティーゼ。あの子が産気づいていた飛竜の様子が急に苦しそうになって。なんだって。随分と苦しそうだな。何があったんだ。それが私にもよくわからなくって、餌に魚の肉を混ぜるようになってからはちゃんと食欲もあったのに。お腹のあたりはかなり膨らんでいるな。それで苦しんでるってことは、ん？待てよ、卵詰まりってのを動物バラエティで見たことがあるな。それに似たような症状な気がする。バラエティ？何の話ですか？すまない、こっちの話だ。ともかくこのままじゃどうしようもない。そうだ、ベルクーリさんには相談したのか。それがオブシディア城で会合があるとかで、今日は朝からお出かけしています。仕方がない、俺が呼び戻してこよう。ティーゼはこいつの容態を見ていてくれ。はい。とは言ったものの、私一人で一体どうすればいいのかしら。そうだ、天命がこんなにも減ってる。せめて私の新生術で治療をすれば。システムコール、ジェネレートルミナスエレメント。数値が、天命が少しだけ回復してる。よし、お願い、治って。どう？どうかな？お願いだから、どうか元気になって。ダメだ、少しは天命が回復するけれど、これじゃ全然追いつかない。一体どうすれば。そうか、私の天命を分けてあげれば。大丈夫だよ、ここまでずっとお世話してきたんだもの。絶対に見捨てない。私の天命をこの子に分けてあげて。これくらいで。もうダメ。でも私諦めない。お願い、あなたも頑張って。諦めないで。もう少しだから。ベルクーリさん、こちら。おう、キリト先輩、技師長閣下も。よかった。ティーゼ、おい、しっかりしろ。これいかん、キリト、手を貸せ。ここは、あれ、私。よ、気がついたか、ティーゼ。キリト先輩、そっか、私気を失って。そうだ、あの子は。
は？安心しな。お前さんが天命を与えたおかげで、すっかり持ち直したぞ。騎士長閣下、よかった。いや、よくない。ティーゼ、なんでこんな無茶をしたんだ？それは、他に直す方法を思いつかなくて。それにしたって、気を失うほど天命を与えるなんて。はい、すみません。ティーゼにもしものことがあったら、みんなが悲しむ。ロニエだって、ユージオもだ。それに俺も、心配したんだぞ。申し訳ございません。その、キリト先輩なら、きっと間に合うだろうなって思って。そう言われると弱いが。でも、こんな無茶はもうダメだからな。はい。まあまあ、そう責めてやるな、キリト。ティーゼのおかげで、この母体も卵たちも、こうして無事なんだし。卵たち？それじゃあ。ああ。天命を与えてもらったおかげだな。卵が詰まっていたが、どうにか産み落としてくれた。すごい。二つの命が。よかった。本当によかった。お手柄だったな。二つの、あや、三つもの命を救ったんだ。胸を張っていいぞ、ティーゼ。二つが重なり合うように詰まっていたんだ。苦しそうにしていたのはそれが原因だろうな。そうだったんですね。でも本当によかった。お前も頑張ったんだね。もう顔くっつけないでよ。よかったな、ティゼ。はい、ご心配をおかけしました。この子たちの面倒も絶対にやり遂げてみせます。ああ、双子で生まれてくる飛竜は運気も高いという。二匹ともきっといい竜に育つだろう。しっかり頼んだぞ、ティーゼ見習い騎士。はい、大事に育ててみせます。それにしても双子か。二匹とも帰ったらロニエと二人揃って。随分嬉しそうだな、ティーゼ。はい、とっても。